承継社長がよく陥る罠というか、俺前から思うんだよな、この相談で。やっぱり自分が創業で立ち上げてないじゃん。だから株ってもらえるもんだと思ってんだよ。熱血コンサル基礎産業。運送業を経営しています。私は代表取締役ですが、従業員からの選抜で創業者である前の社長から運営を任されています。創業社長は80歳を超え、高齢で子供はいないので、株式の買い取りを打診しているのですが反応がありません。税理士も打診をしているみたいなのですが、株式の持ち分に関する話は先延ばしされています。このような場合、株主ではない社長ができる手段というのは何かあるのでしょうか。まあこれはあれだよな、代表者だからできることというか、まあ代表者っていうのはやっぱ執行権というかあるからね、その事業を執行できる権利っていうのがあるから、株主といえどやっぱり事業に口出せんところもやっぱあったりするじゃんか。これね、80超えとるじゃん、おしゃらいつ死ぬかわからんみたいな話になるよね。この会社はいい会社だからまだいいんだけど、内容が悪い会社の方がちょっと目も当てられんようになるみたいなことがあるんだよな。どういうことが起きるかっていうとね、死んだ後にその人代表者とあれか株主が一緒だったのか、亡くなった後に誰も相続せんじゃん。だからもうみんな俺も言うて逃げてって破産すらできないみたいなね。で取引先にもみんなに迷惑をかけてそのままみたいな会社が実はあったりする。神奈川県の方にあったりとかするんだな。だからそうならないために代表者がやっぱり株主に対して話をするっていうことなんだけど、この人は借金の保証人に入っとるか入ってないかでこう変わってくるよね。入ってなかったら簡単なことだよね。やめてもう一回自分で立ち上げればいいんだよな、というふうに思う。代表者が保証人として入ってるっていう場合は、自分が勝手に辞めるっていうか、辞めて他の人が社長、誰も社長にならんみたいな話になった時に、事業が停滞して潰れた時に、その借金の保証人を自分が負わないといけないっていう状況になってしまうから、これはあんまりいい手ではないということになるよね。自分が辞める辞めないっていうところまで話をしながら、代表者と話をしないといけないということになってくるよね。株主の株を買えるっていう行為っていうのは一番後回しになるってケースが多いよね、やっぱ。この話って最初がちょっとまずくて、その代表者に自分がなるときに株をやっぱり持たしとってもらわんといけんよね。少なし3割4割ぐらい持たしといてもろうて、で毎年こう買い足していくみたいなね、自分の給料の中から株を買い足していくみたいなことをやらないといけないのかなという。だから先代の社長が持っとる株数が100株としよっか、そしたらその新しい社長っていうのが10株しか最初持ってなかったんだけど、だんだんこう買い足していくみたいなね、いうやり方で最終的には自分が10年経った後に 50% 以上取っとるっていう形に持っていくのがいいやり方なんかなというふうには思うね。創業者利益を受け取ってもらうために株を売るか、ちょっと徐々に自分ところで買い足させてくれっていう話にするか、どっちかに持っていくのがいいやり方なんかなという、ありきたりなやり方なんだけど、こういう話って足元からできることをやらないと、なかなか問題が根本的には解決しないのかなというふうに思うね。これはね、よく言う死んで逃げ切りってやつだよね。H 銀行用語で言う死んで逃げ切りっていうやつ。そこ挑発しても喧嘩してもしょうがないから、譲ってもらえないから10株ずつその買い足させてくれっていうやり方で買い足していくっていうやり方が一番いいのかなというふうには思いますよね。会長もお話にあった通り、創業社長さんって80歳超えているということで、いつお亡くなりになったり、はたまた本当にこう、なんて言うんでしょう、地方みたいなことがボケてしまったりとかっていうことがあるかもしれないんですけど、これ、本人の意思表示ができないっていうことになった場合、この創業社長さんが持ってる株っていうのは、次の相手もいないってなると、これ、どういうふうになっていくものなんでしょうか。これね、結局、ボケてしまうと、法定相続人に了承をもらわないといけないみたいな感じになるよね。あと、よくある司法書士がやる、成年後見人の制度。今、家庭裁判所も混んでるからね。だから、家裁に、成年後見人の申し立てをしといて、そこで話をするっていう。
でも成年後見人立てた方が逆に良かったりするのが、その法的に創業者利益を例えば1億円もらわんといけんかったところが8000万しかもらえなかったみたいなことがないように考えると思うから、そのやり方の方がまあいいかなとは思うけど、やっぱり意識があるうちにやっとかないといけないって。今一つも株を持ってないってことになると何もできんよね。だからやっぱりこれ徐々に買い足していかんといけんのかなっていう話なんだろうとは思うんだけど、株主総会も自分でもうあれができんもんね、開催もできんもんね。そういうふうなことがあるから、ある程度やっぱり買い増していくっていうやり方に持っていった方がいいんかなというふうには思うね。よくね、これね、承継社長がよく陥る罠というか、俺前から思うんだよな、この相談で。やっぱり自分が創業で立ち上げてないじゃん。だから株ってもらえるもんだと思ってんだよね。だけど本当はその自分で事業って奪っていかない、仕事って奪っていくものだから、自分で資産形成してからちゃんと株を買い足していくっていうのは当然のことなんだろうというふうには思うんだよね。だからこの話っていうのはやっぱり考え方によってはっていう話なんだけど、地方に なる前、地方になったらなったでそういうふうなやり方あるんだけど、そうするとものすごい時間かかるしね。死んだら死んだでまた法定相続人をかけていってっていう話になってくるじゃん。いう風になってくるとなかなか後がやりにくいから、やっぱりそうなる前に自分の意思でこう動かせれる状態に何年かで持っていくみたいなね、シェアを上げてって何年かで持っていくいう形にしとかないとちょっといいことにならないのかなという風には思いますよね。今回の場合、新株発行っていう形で、まあ、仮に結構な株数を発行しますっていう話になった時に、出資金の金額がまあ大きくなった場合っていうのは、その新しい社長に対して出資金のために融資するっていうことは銀行はあるんでしょうか？いや、これはね、難しい。ないんだよ。買い取るための資金っていうのは承継資金としてはあるんだけどね。でもダイリューションするための資金っていうのはちょっとまあやれんことはないと思うけど、例えば退職金で返済しますとかね、いう形で会社保証人に取っといて個人に貸すっていうやり方はあるかもしれんけどね。でもそこまでまどろっこしいことをするんだったら、もう普通になんか買い取った方がいいみたいなね、いう話になるんじゃないかな。買い出しの資金っていうのは俺は出したことはない。でなかなかその話が難航しとるっていうのが露呈するじゃん、それやるとっていうのがあるよね。だからやっぱり自分の役員報酬を上げといて、その中から入れてくっていうやり方にした方がいいんかなというふうにはちょっと思うよね。あの昔俺の知っとる税理士の先生で、そこも想定してから給料を上げとる人おったね。例えば本来なら毎月50万が正しい金額なんだけど、毎月100万にしといて50万を役員借り入れ金でずっと貯めといて、それをこう年金代わりにもらっていくみたいなね。ほんでその株はもう息子にそのままただ同然で渡してしまうみたいなね、いうような人もおったよね。なんでかというと、上げとけば時価が下がるじゃん。ずっと赤字がこう役員借り入れ金が乗っかって、要は赤字がずっとこう立ってくるから、そうするとその株の価値っていうのは下がるから、承継はしやすいんだよねっていうやり方があるよね。だからその方まで考えて承継っていうのをやらないといけないよね。やっぱりあの今日のまとめなんだけど、事業承継ってまあよくあるやつよ。あの緑色の看板のところでお涙ちょうだいの話とかあるじゃん。あの緑色の看板の社員が明日死ぬからみたいな、明後日死ぬからみたいなことで買い手を緑色の看板ところが散々探して譲渡してすぐ死んだっていうね。ほんでなんか社長のところに三宅って人のところへ電話かけてからワンワン泣いたんですみたいな話があるんだけど、でもその三宅って人も言ってたけど、俺もそう思うんだけど、そうじゃないんだよ。その前からやっとかんといけんのよ。あらゆることを想定しといて、その株も買い足していくとかね、いうようなこともやっとかんといけない。ちなみに少なし、うちはそうしてんだよ、実を言うと。もう二代目に承継していって、徐々に買い足させていってんだよね。俺の株の持ち分いうのはそのまま持ち分持っとるんだけど、どんどん株の発行していって、買い足していって、最終的にこう株の承継をしていくみたいなね、いうことをやってるね。でコンサルってやっぱ人気商売だから、自分のところにまあ人気が集中しとる間に2代目の方もやっぱり実践を積んでいってね、最終的には全部あのうまくこうすり替えれるような感じになっていってるっていう感じかな。だからまあそれも10年とかね、俺が60歳とか65歳ぐらいの資産形成ってこうやってやろうみたいなところが実はあるんだよね。
だからそこまで考えて承継せんといけない。でこの人って多分あのそういう考え方がない人を相手に話をしないといけないっていうのがあるから難しいんだろうね。だけどやっぱり承継はしないといけないじゃん。だけどなんか自分が社長っていうのはおかしいから買い足させてくれっていう話だったら、多分そのいっぺんに変える必要がないから、では徐々にこう買い足していって、10年ぐらいで自分の資産、会社の資産っていうか株も資産のうちだからね、このぐらいにはしときたいっていうようなことを考えながら、要は着実にやることをやっていくっていうのが今日の まとめなのかなというふうには思いますよね。あのね、こういう話ってね、実を言うと10話って10違うんですよ、承継の問題って。だからその時にやっぱりあのその時その時のこう経験に沿って顧問みたいなことをやったり相談受けたりとかするんだけど、やっぱりちょっと高いよね。気軽にあの話ができるっていうのはやっぱグループコンサルということになるんですよね。名前がついたの KCG 経営塾っていう名前になりましたんで募集をします。毎月1万2000円かかるんですけども、5人1組のクラスと10人1組のクラスがありまして、1社頭10分から15分ぐらい経営者と私が話をしているという状況ですね。あと6000円のクラスっていうのがあって、そこは岩崎が、社長の岩崎が対応しております。まあ今100畳ぐらい参加いただいてるんですけども、まあ200社ぐらいまでまずはやっていきたいかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。セミナーとかもね、頻繁にやってますので、その辺の情報がいち早く知ることができるっていうのが、まあメリットだというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。それと別にですね、うちの会社はあの資金繰りのチャンネルなんですよね。だからまあ今資金調達したいとか資金繰り困ってるっていう人のために個別面談コースっていうのを用意しております。こちらは30分4万8000円いただいてるんですけど、財務資料からなんか一通り全部見ます。見た上でうちが資金持ってるんですよね。だからまあうちがこう資金をつないであげる中でゴールを目指していくっていうことをやっておりまして、もうだいぶゴールあの作れた会社ってもう10社以上、1年になるんですけどね、10社以上も超えてきてまして、今35社から40社の間行ったり来たりします。まあこれは50社ぐらいまでやっていきたいと思っておりますんで、よろしくお願いします。最後にね、とは言っても最初はあの無料相談がいいと思うんですね。無料相談の場を用意しておりますので、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。1000万やったら50万よ。同じ1000万で 3% って言っても、毎月こう下手すれば毎月こうロールするってこともあるの。最後まで見てもらってありがとうございました。高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。資金繰り経営のご相談は概要欄からお願いします。公式 LINE 始めました。各種セミナーの案内をやっておりますので、ぜひ登録の方よろしくお願いします。